クラフトビールをご存知でしょうか。小規模なビール醸造所でビール職人が精魂込めて作っているビールのことです。そのビールを坂出市大御市町で作ろうと計画を立ち上げたのは、1998年にさぬきうどんの店こだわり麺屋を創業した小西圭介さんです。2007年、店で使われる青ネギを自社で作ろうと生産を始め、2015年には分社化して日本農産を設立しました。その日本農産の事業の一つとして、大御市産のレモンを使ったクラフトビール事業を立ち上げ、その名も大御市ビールの初仕込みを去年11月、丸亀の弥勒ブルワニーで行い、去年年末、330ml 瓶で1100本を製造しました。今年中には大御市町内に自社の醸造所を作り、年内に仕込みを始める計画です。まずはこのビールなんですけれども、大御市町のまちづくりプロジェクトの一環として立ち上がった事業でありまして、で私たちは、農業法人という背景がありますので、ファームハウスエールという農場エールという別名を持つセゾンスタイルのビールから製造を始めることに決めました。で大御市ビールという大御市という地名を名前に掲げたブランド名で、これから我々のビール事業とともに大御市町の発展を、リードしていけるような存在になれるようにという思いでブルワリーを始めました。実際これから大御市の地でビール作り始まるわけですね。はい。どのような計画ですか？そうですね、今は、自社の醸造所を持っておらず、クラウドファンディングに醸造所設立に向けて挑戦中なんですけれども、計画としましては、早ければ5月ぐらいから醸造所のリノベーションにかかりまして、で夏頃にはリノベーションが完成して、9月10月秋ぐらいに醸造設備の搬入をしまして、で酒造免許の取得で、最短で、秋口に初仕込みを迎えまして、年内12月あたりに、自社醸造第1弾のビールをリリースできたらなという計画で動いております。また大御市ビールでは、こちらにあるように開設資金への協力と大御市ビールを知ってほしいと、現在クラウドファンディングを4月2日まで実施中です。締め切り待たずに3月30日目標額150万円を達成しました。そうですね、資金集めっていうところが一番大きな目標ではあるんですけれども、地元の大御市町を盛り上げたいという思いも前面に出してのクラウドファンディングの挑戦ということで、ビールに対する期待もそうですけれども、日本全国いろんなところでこういう耕作放棄地とか高齢化問題っていうのが問題になっている農村がある中で、私たちのプロジェクトにすごく応援してくださる方、応援コメントをいただいたりして、すごい私たち自身も励みになっております。ビール職人として修行を重ね、主に製造を担っている周貴敏さんに話を聞きました。我々は農業法人、本業農業法人 なので、これからも軸はセゾンという、セゾンの別称はファームハウスエールというビアスタイルなので、これからもセゾンというビアスタイルを軸に、いろんなフルーツセゾンとか熟成かけたセゾンとか、そういうビール作りをしていきたいと思いますね。はい。もうとにかく元気で笑顔あふれる、飲んだ人が笑顔になるような、で大御市ビールをめがけて大御市町にやってきていただけるような、大御市町と周りの外の世界をつなげられるような存在になれるブルワリーになっていきたいなと思います。私たちは農業で世界を元気にしますを大きな目標に掲げる日本農産。自然が豊かで車さえあれば高松市内からのアクセスは悪くはないとはいうものの、過疎化が坂出市内でも著しく進む大御市町の活性化を、
日本農産はクラフトビールを通じて行いたいという目標に向かって着実に歩みを進めています。